こんにちは、農学部長の船良でございます。本日はですね、東京農工大学農学部のオープンキャンパスにご参加いただきまして心より御礼申し上げます。本日は今、話が出ましたように地域生態システム学科、本学農学部はですね、5つの学科に、がございますけど、そのうちの1つの学科のですね、今日オープンキャンパス、午前中10時から、そして今日1時半からというふうになっております。本来です、今話をしましたようにですね、8月の第2週に、対面、大学の方に来ていただきましてですね、オープンキャンパスを行っているんですけれども、新型コロナウイルスの感染が続いておりまして、皆さんのですね、健康を考えまして、我々といたしましてはオンラインというふうにさせていただきました。オンラインですけれども、多くの内容を用意しておりますし、また先ほどですね、広報委員から説明がありましたより、松本広報委員から説明がありましたようにですね、チャットとか Google フォームで、質問をお受けいたしますので、ぜひその、オンラインの良さをですね、使っていただければと思います。それで私の方はですね、まず、学科の説明は詳しくあると思いますので、その前ですね、農学部、農学とは何かというような、これと大きな話をさせていただきます。ここに写真がありますからですね、例えばこの辺りは地域生態システムに関わることですけれども、いわゆる、スマート農業と言われてましてですね、AI を使ったりをして農業をするという、今最先端のこともですね、この学科では行っています。で、これがですね、コンテンツですけれども、これ、今私たちがいる、大学の農学部、府中キャンパス本館になります。非常にですね、古い建物を、リニューアルしまして、こういう形で使っております。後からですね、外のから見た写真があると思いますので、ぜひですね、この感染が収まったら大学の方にですね、来ていただければと思います。で、私、これが話した農学とは何かということになります。農学部ですから農学をしているんですけれども、これよく皆さんご覧になる SDGs ですね、1番から17番までですね、目標があって、さらにその下にですね、個別の約200の目標があるということで、持続可能な開発目標、いわゆるですね、地球全体で将来に対してですね、取りこぼしもなくで、いい世界を作るという目標なんですけれども、その個別を見ますとですね、ここに出てますように、食料とか環境とかエネルギーとか資源とかですね、研究、これ非常、これ多くはですね、農学に関わることなんですね。ですから、SDGs を達成しようとする、それから地球温暖化をですね、なんとか抑えたいとすると、やはり農学の力っていうのが非常に大事になります。ですから、ぜひ皆さんですね、農学を勉強してですね、あなたたちの将来をですね、変えていくという意気込みを頑張っていただきたいと思っています。で、この農学ですけど、もうすでに100年前にですね、水戸部稲造という、五千冊に使われてた方ですけども、有名なですね、学者、農学者なんですけれども、方がですね、農学とは何かということをですね、本に書かれています。ちょっと見にくいと思いますので、もう一度まとめますとですね、農とは何かというと、自然、そして人をですね、対象にした学問であるということです。この後ですね、地域生態システムの話をすると思います。まさにですね、この農と中の自然と人の関わりというのがですね、この学科の特徴でありまして、いわゆる流域をですね、どうやってですね、管理したりですね、それから研究する、さらにですね、農学とか森林学、科学に関わることをするわけです。で、自然を相手にしてますので、例えば動物とか植物を相手にするための生物学とか化学、物理学は非常に大事ですし、人を相手にするためにはですね、いわゆる人文社会学、これも大事です。この全て網羅したのが、これから説明がある学科ということになります。で、こういうですね、農学をもとにしてやっておりますからも、農学っていうのはですね、非常に大事だということで、もうすでに100年以上前にですね、農学系の大学ができてます。これは大久保徳道という明治のですね、有名な方ですけども、この方がですね、やはり日本が江戸時代終わってですね、経済的に発達するには農学が大事だということで、この農学校を作りまして、それが前身になりまして、我々の農学部、それから筑波大学、東京大学の農学部ができたということです。で、本学はですね、約85年前にですね、府中、今の府中に、東京からですね、西に20キロぐらいのところの武蔵野にですね、大学を移しました。これが今本館でして、先ほどのですね、私たち今大体この中に今います。で、つまり85年ですね、この建物は使われてまして、これが正門で、欅並木があると。
まあ、先後から出てきますけども、この欅並木もですね、85年の間に非常に大きく育っていってですね、まあ、ずっと、生徒さん、私たちを、まあ見守ってきていただいたということになります。で、そういう中でですね、現在我々の農学部、先ほど申しましたように5つの学科に分かれています。それぞれですね、専門領域はありますけども、今日お話しするのはですね、地域生態システム学科ということになります。で、いろんなですね、学問体系をもとにしてですね、学科が成り立っているわけです。ぜひですね、皆さん、このオープンキャンパスでそれに対して知識を持っていただいてですね、ぜひ我々の大学をですね、入試の志望校として考えていただければと思っています。で、これオープン、キャンパスがですね、もし対面で行われればですね、まあ、見ていただいたと思うんですけれども、まあ、広いですね、キャンパスが、府中にあります。で、例えば農場もありますし、水田もあります。そして牧場もあるという。それから、まあ、郊外にはですね、演習林、そういうところも施設があってですね、そこで、まあ、教育を行っています。で、まあ、この広い、キャンパスの中にですね、大体まあ2000人ぐらいの学生、教職員がいます。農学部1学年300人ということで、まあ、本学とですね、京都大学の農学部がまあ一番多いんですけれども、ですから、まあ、それほど多い人数ではないということですね。ですから、教職員が約教員が150人ぐらいですから、学生とですね、教員の間が非常に近いというのが私たちの特徴で、です。ですから、何かで困ったところがあればですね、まあ、直接ですね、教職員に相談する、できるというのも、我々の大学としての特徴だと思っています。で、その中でいろんなですね、まあ、ちょっと、人が見えてますけども、いろんなことをやってます。まあ、特にこう野生動物管理学、これはこの後のですね、地域生態システム学科の中でやっていることですけども、まあ、今ですね、非常に、まあ、こういう鹿とかが増えましてですね、里山に降りてきて、例えば野菜だとか、例えば樹木の苗木を食べるという被害が出てます。これは実被害としてはですね、まあ、100億円単位のですけれども、それよりもっと大事なのはですね、この苗木がなくなることによって、例えば CO2 を吸収するようなですね、森林が崩壊してしまうと、例えば土砂崩れが起こるということになりますとですね、膨大な被害が起こります。ですから、こういうですね、山から、そして里山、そして流域ということを、全てですね、研究するのはこの学科だというふうに考えております。で、こういうですね、研究をしてましてですね、非常にまあ高い評価をいただいてまして、まあ、大学のですね、教員評価でいろいろあるんですけども、一つは私たちですね、成果が出れば論文を書きます。で、さらにその論文がですね、他の方にですね、他の研究者に引用する、つまりですね、読んでいただいて、それをリファレンスするっていうのが非常に大事なんですね。で、まあ、こういう大きな大学はですね、総数は多いんですけど、私たちはですね、まあ、教員の数はここで少ないですけど、一人当たりにするとですね、非常に多くのアクティビティがあるということです。ですから、ぜひですね、我々の大学で研究をすることによってですね、皆さんのしたいことができるというふうに考えています。また一方、これですと就職ランキングですけども、これもですね、これ書いてあるように、まあ3位ということで、まあ、これもですね、我々の大学の良さであると思いますし、まあ非常にですね、教員とですね、学生が近いということで、まあいろんなこういうですね、相談にも乗れるということ。また、約7割ぐらいが大学に行きますので、そこからですね、さらにですね、まあ、いろんな企業とか、それから大学だとか、いろんなところのですね、まあ、リーダーになっているということを証明しているわけです。ぜひですね、この我々の大学の良さをですね、今日、知っていただければと思います。で、まあ、オープンキャンパスの予定ですけども、昨日はですね、環境資源科学会が行いまして、本日は地域生態システムということで、午前中、先ほど申しましたように、2部体制でやってます。で、まあ、大体3時過ぎになりますかね、終わると思いますけれども、ぜひ、後半にはですね、皆さんの質問コーナーもありますので、どんなことでもいいですからね、入試のこととか、いろいろ、ちょっと、なかなか言えないこともあるかもしれませんけど、大学ってどういうところなのか、ということをですね、聞いていただければと思います。で、これ最後のスライドになりますけれども、先ほど申しましたですね、キャンパスです。85年になりまして、非常に大きなですね、木に育ってます。で、これ、まあ、リニューアルして、ちょうど、ライトアップしてるんですけども、まあ、我々の大学ですね、広いキャンパスにそれほど多くの学生がいないということで、実は、まあ、新型コロナウイルスの感染者は出てるんですけども、非常に少ないです。またクラスターも発生していません。そので、おかげでですね、前期の講義もですね、ほとんど、まあ、100% 近くは対面講義で行いました。で、まあ、それにですね、オンラインを組み合わせた、まあ、ハイブリッドということでやってます。ですので、やはりそれは私たちにとっては大事なのはですね、教育だと思ってますので、
まあ、こういう対面講義から対面でいろいろ話をすることによってですね、人間形成を、私たちは、良いリーダーを作りたいと思ってます。ぜひですね、農工大を、知っていただいてですね、今後のですね、入試等のですね、志望校に考えていただければと思います。これから1時間半ですけども、ぜひですね、楽しんでいただければと思います。それではご挨拶をお渡しします。